はい、スタートです。スタートは勢いよくまず、三谷選手が取りに行きましたね。三谷選手、そしてあと吉田選手も行ったんですけど、まあ、ここは、まず吉田選手が前に1回入ったんですけども、三谷選手がこれから前に行って、ラインを形成ですね。6番8番です。そしてその後ろなんですけども、1番の、2番の諸橋選手いますので、増木選手ですね。そして中段が、7番5番1番小川選手、畑選手、岩津選手という形になるんですけども、まあ、こうなってくると中本選手のラインが後方ですよね。ここのレースはやはり主導権を取っていくのは増木選手だと思いますね。初日は増木選手は和田まくる選手と中井選手の3分戦で、打賞選考で、ラインで上位独占してますから曲がりタイムも11秒6もう申し分ないですよね。やはり今日は2車なんですけども、まあ、後ろには諸橋選手特選周りの選手が乗ってますので、まあ、ここは信頼できる諸橋選手の前で主導権を取っていけばなんとかなるという、ね、思いでかけていくと思います。他の選手はやはりこの先行選手の増木選手の3番手が欲しいですよね。前に1回出て、増木選手の3番手を取りたいなというのがこの中本選手だったり、三谷選手だったりあと小川選手だったりね、するんですけども、まあ、小川選手はライン3車いますし、まあ、先行もできますので、ここは主導権取っていく可能性も非常に高いですよね。畑選手同系の先輩ついてますし岩瀬選手がいますのでここも心強い3車のラインですね。7番5番1番ですね。そして7番5番の1番の後ろが、九州勢なのでやはり中本選手のまくり一発っていうのが怖いですね。大坪選手も初日はスピードをもらって2着まで10秒8で突っ込んできてますから中本選手のスピードをもらえれば、十分にある、選手ですよね。残り2周の赤番で、中本選手が抑えてきて、小川慎太郎選手がさらにその上を切りましたね。こうなってくるともう増木選手待ちという、ね、レースなんですけども、打賞に向かって増木選手が主導権を取って、ここで3番で取るのかなと思ったら、突っ張るんですよね。それでもがき合いになってしまったのでここは増木選手一度下がるんですけどもまたここ踏み上げて、ホームでは小川選手をかわしてますから、まあ、ここは強いな増木選手という一言ですね。そこには三谷選手がついていって、行くんですけど畑選手がね、ここは切り替えながら前に踏むんですけどももうここ、三谷選手と、諸橋選手のスバゼリアですよね。ここよくね、しのぎましたね諸橋選手、ですけどもここで、差し込むのかなと思ったんですけども増木選手の伸びが良くて、しっかりと粘り足ですね、押し切りました。ゴールは4番の増木選手2番の諸橋選手、そして3着には三谷選手の後ろから、吉田選手が来て 4-2-8 という形でゴールいたしましたね。このレースもいいレースでしたね。やっぱ 1-2 着しか上がれないということで熾烈だね。熾烈ですね。ゴール前は熾烈ですよ。はい、